はい、皆さんこんにちは。今日は大口径ノズルを使用して2層目の溶接をしていきたいと思います。それと1層目で裏波を出した後によもりが低い場合に薄くビードを入れてつら位置に仕上げて、それから2層目を溶接するという方法も紹介していきたいと思います。基本的には仕上げ前のよもりはつら位置に近い方が2層目であまり棒を入れる必要がないので、きれいに溶接がしやすいので、速いスピードでつら位置に仕上げていく方法も紹介していきます。それと今ある溶接ビードは最近仕事で溶接をした写真です。たまには最近の溶接したビードでも載せながら今回の動画説明をしていけたらなと思い、今回オープニングはこのような形にしてみました。今回の動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録の方も良ければよろしくお願いします。それとコメントなどもできるだけ早めに返信するようにしていますので、気軽にいろいろと質問などよろしくお願いします。それでは今回の動画に移りたいと思います。まずこの大きいノズルでの手の動きですが、このような感じでなるべく小さくローリングをしながら溶接をしていきます。でまずつら位置に仕上げる方法をお見せしていきたいと思います。このビードはもうほとんどつら位置に近い状態なんですが、少し低くなってしまった時には無理して2層目で棒を送って仕上げるんではなく、つら位置に素早く仕上げるという方法を覚えておくと見た目の綺麗な溶接がしやすいと思いますので、今回のこの方法を参考にしてみてください。なるべく小刻みにこのような感じで1層目のビード幅をあまり越さないようにしながら素早くローリングをしていきます。コツコツと階段を登るように小刻みにローリングをしていけば素早く埋めることができますので、少し高めの電流で溶接をしてみてください。このスピード感ですとビードは全く焼けないので、ワイヤーブラシで磨く必要もないです。で下地がつら位置にきれいに整ったら仕上げを溶接するようにしていけば、高さの揃ったきれいなビードにしやすいので、少し低すぎるなと思った場合は僕もこの方法を結構多用します。それと裏波なしの仕事などで貝先が結構取られている場合は、貝先を一度この方法で埋めてから2層目を溶接するととても綺麗な仕上がりになります。なので SGP の鉄のガス管などでもこの方法は結構使えます。一度つら位置に仕上げて仕上げの層を溶接するという感じですれば、無理に棒を送る必要がないので綺麗な高さにしやすいです。7番や8番のノズルでも同じ方法で小さく小刻みに素早くローリングをしていくと、速いスピードでつら位置に仕上げることができますので、大口径ノズルではなくてもこの方法は使えます。でこちらが一度素早く溶接をしてつら位置に仕上げたビード外観です。このような感じであまり焼けませんので、ワイヤーブラシで磨く必要はないです。それでは2層目の映像に移っていきたいと思います。今回電流は110アンペアで棒は 2.4 ミリを使用していきます。大口径ノズルは自然と荒くなってしまいますので、電流はある程度上げることができます。それとやはり大口径ノズルはガスの当たる面積がとても広いので、電流が高くてもある程度綺麗な色のビードになりやすいです。ですがしっかりと幅を出せる貝先幅でないと、今のように小さくローリングをしてしまうとどうしても2番の揃っていないこちらのビードのような見た目になりやすいです。ですがやはりとても荒くいける分スピード感はかなり速いです。それと大口径ノズルはタングステンを30ミリほど出してもしっかりとガスが効きながら溶接することができますので、狭いところの溶接などにもとても役立ちますし、タングステンをとても伸ばして溶接をしたい場合には持っておいて損はないノズルだなと思います。なのでタングステンをよく伸ばす静観物の溶接をする機会が多い人や、この2番の揃っていないビードが好きな方や、少しでも光らせたいという方などはこちらのノズルを取り入れてみてもいいかなと思います。次に今の動きのようになるべく8の字を描きながら溶接をしていくビードと、次にこの動きのように
ひたすら斜めに上がりながら2番をなるべく揃わせないように8の字を描かず溶接をして、どちらの方が綺麗なビード化を検証していきたいと思いますので、よければ続きも見てみてください。それではまず電流を先ほどよりも10アンペア上げた状態で、なるべく8の字を描きながら溶接をしていきたいと思います。大口径ノズルはとても広い幅でない限りは8の字がとても描きづらいのですが、なるべくゆっくりと8の字を丁寧に描きながら今これは溶接をしていってます。で、今回両方溶接を8の字と8の字ではない方をやってみて、8の字じゃないビードの方が大口径ノズルには合ってるなと思いました。とても斜め上に上がりやすいのと、8の字を描くとどうしてもゆっくりになってしまう分色がかなり悪くなってしまいましたが、2番を揃わせない方法で溶接をしてみると、溶接ビードの焼け色の差がとてもすごかったです。で、こちらが8の字を描きながら溶接をしたビード外観です。15番ノズルを使用しても7番ノズルを使用した時と同じような感じで細かい8の字ビードもできています。ですがやはりせっかく大口径ノズルを使っているのにとても色が焼けてしまっています。次は2番を揃わせない方法で、ひたすら斜めに上がっていく方法で溶接をしていきたいと思います。電流などは先ほどと全く変えていませんので、ここでどれだけビードの見た目に差が出るか検証していきたいと思います。このような感じで一切タングステンを外に向けずに8の字を描かないようにしながら溶接をしていっていますので、とても溶接スピードが速いです。で、8の字ビードはアーク調が基本的に変わりやすいので棒が途切れやすくなりますが、この斜め上がりの方法はアーク調が一定を保ちやすいので棒途切れが少ない溶接がしやすいです。で、こちらが斜め上がりで溶接をしたビード外観です。このような感じで溶接スピードも速いですし、先ほどの8の字ビードと比べて焼け色の差がとてもすごいです。電流や棒径は全く同じなので、ローリング方法を変えただけでもこれだけの見た目に差があります。で、一周回って見てみるとこんな感じになっています。こんな感じで2番は揃っていませんが、なるべく一定を保ちながら溶接をしましたので、2番が揃っていなくてもある程度綺麗な見た目のビードにはなっています。横に見えるのが8の字で描いたビード外観なんですが、やはり色の差はとてもすごいですし、ビードの横の焼け色も8の字の方がとても面積も広くしっかり焼けているのがわかります。それとおまけで15番ノズルでフランジの内側を溶接してみたのですが、フランジの内側は基本的にはピンク色とかになりやすいですが、このような感じでとても青い色になって全然焼けていない状態の仕上がりになりました。なのでフランジの内側なども大口径ノズルを使用すると溶接スピードが速いので、大口径ノズルを使用してフランジの内側を溶接してもいいかなと思いました。それと大口径ノズルを使用して2層目をストレートで溶接してみたのですが、2層目のストレートもこのような感じで結構綺麗な色で仕上がりました。ちなみにこれはスケトーなので板厚は 3mm のパイプです。あとはカーボンを大口径ノズルを使用して高めの電流で2番を揃わせないように溶接をすると、このような感じのビードが簡単にできます。このような外観のビードが好きな方はぜひ大口径ノズルを取り入れて溶接をしてみてください。それではこれで今回の動画を終わりたいと思います。大口径ノズルはあるととても便利な道具ですので、よければ取り入れて日々の溶接に役立ててみてください。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。